あ、結構遠い。勝ったな。バイバイ。ちびっこ暴走族の踊りだ。あぶねえ、スイーツ。美味しそう。じゃあ、OK、コーチ。決着をつけよう。人から。今日は人から完全攻略します。正直もうあのコーチの顔なんて当分見たくない。なんだこれは。知りません。はい、多分ここは連打でいいね。多分佐々木だれ。このルートでしかさ、佐々木っていう名前出てこないんじゃないの。佐々木も関わってる可能性ある、これ。うん、それ疑いすぎか。はい、チリン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 。ちびっこ暴走族の踊りだ。ペペ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 、バカやってんじゃね。なんてね、やってますけど。で、乗るんでしょ。で、あいつが来る前に速攻ファイルを見ていく必要がある。ここは本当にもうロスタイムゼロで行かなきゃいけない。はい、見ます。え、何これ、やば。全部うちの女子生徒じゃ。何、フォルダだっけ。フォルダ交番に持っていかなきゃ。何、リストみたいな感じ。交番は近くにある。自転車に乗ってる暇はない。このまま走っていこう。やっぱ走っていくんだ結局。で、あとは、この前みたいに交番までとりあえず走っていけば、何らかのルートになれるってこと？モデル、はい、オッケー、どうせ走ってくん。来るんか、来るのか、来るのか、来ないのか、来るのか？来ないな。あれ？来なくね？まずい。車で待ってろって言っただろ。来た来た！やっぱ相変わらず早い。大丈夫？ちょ、大丈夫か、これ。あ、ちょっと、右だっけ、右側だっけ、ギリ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 。あれ、なんで交番近く遠くね。あれ、どこだ交番。あれ、どこ、こう、いやいや、間に合うか、間に合うか、ぜひ、ギリ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 、ちょっと、もう、間に合っただろ、これ。どうした？よかったー、マジで。エンディングか？息を切らしながら話そうとする私に。はい。落ち着いてからでいいよと。警察官は、声をかけてくれたことを鮮明に。鮮明に覚えています。よかった。うん、写真なんてあったの？すべて洗いざらい話しました。ほどなくして。コーチは捕まりました。コーチがあんな人だ。いや、クソ野郎だよ。私を含め、みんながびっくりしていました。いや、なんとなくわかるけどな、俺は。俺はってなんだ、俺は何なんだ。コーチの犠牲になった生徒のために、カウンセラーを雇いました。いや、でも、うん、それだけで傷は癒えるかな。時の自分の行動には、自分でも称賛したいと思います。うん、あー、このルートは自分自身のことは認められたんだ。ミラ、つまり俺自身は傷ついてないルートなんだね。こんなことが今後は起こらないと、常々思っています。そうだね。もうあいつマジでいい加減にしてほしい。どんな未来になってもさ、あいつろくなことをしねえんだからさ、本当に。おー、びっくりした。ゲーム落ちたのかと思った。あー、学校に来てる警察官。なんだ、あー、来てるとこね。逮捕されたその瞬間ね。この警察官とかさ、なんかチラズアートに出てくる作品の人なんじゃないの。あ、萌えかだよな多分。え、萌えかは被害者じゃないよね、この時は。ギリギリ。ん、この曲どこかで聞いたことある。カラオケの中にあった。これは、この曲の名前は、あー、やばい、わかりそう。もうちょいでわかりそう。魔法の小瓶とかじゃない？だいたいこういう歌ってさ、サビで曲名叫ぶから、それで判断するか。魔法の小瓶。多分サビは、ピクニックに行った時魔法の小瓶が、みたいなサビじゃない？歩いていこうだー。魔法の小瓶ってなんだ。俺の心の小瓶が今割れた。何言ってんだ。じゃあ OK コーチ、決着をつけよう。このルートだけはね、どうすればいいか俺知ってたんだ。知ってた上で最後まで避けてた。だって難しいんだもん。うわ、久しぶりだな逃げんの。第一ルートクリアしたのが2週間前ぐらいだから、2週間ぶりの鬼ごっこだーい。嬉しくないだーい。だーいって何？ 4 分ね、OK。なんでここだけリアルタイムなん、マジで。ああ、いや、左に思いっきりいるんだね。びっくりしちゃった、今。普通に立ってるじゃん。ここでどっちにも行けるようにしよう。お前ふざけんな。なんだその。お前は災いだ。
でもさ、俺分かってんのよ、どうすればいいか。いやマジクリア方法はガチで分かってる。ナイフあった部屋あるじゃん。あの部屋に入るとコーチって入ってこれねえの。だからあの部屋で4分待てば勝てるの。俺はそれをしないわけよ。なんでかって、それはね、なんでなんだなんか負けた気になるから。あ、ここどこも入れる場所なくね。うわ、ここ行き止まりだわ。だからこっち来た瞬間に俺負けだわ。こっちの方行っとく一応。ここら辺もさ、割と見つかりづらいポジションなんじゃないの。ここで待つか。いや、攻める姿勢が大事。攻める姿勢が大事。ほんまビビった。うるせえうるせえうるせえ。もう逆に踏みまくってやる。ほら、もうあの無敵塀入ってやる。逆に入ってやる。おい、いやここなら無敵らしいのマジで。え、なんか来れないらしいで、ここ来ないね。なんかこの周辺に力強いバリアが張られているのを感じる。俺は何もしないから。あ、全然入れんのか。てか今気づいたんだけど、女子トイレに隠れてても大丈夫じゃね。うわ、天才かもマジで。ここにいるのは分かっているぞ。え、何来んの女子トイレ、もしかして。いや、さすがに来ないでしょう。来るわけないよ。来るわけない。絶対来ないと思う。だって女子トイレだもん。女子トイレに入れるのは女子だけなんです。来てる？あー、でも来てないよな。いや、うわー！どんなポーズだよ、それ！さすがに最速クリアで行かせていただく。あ、結構遠い。勝ったな。バイバーイ。なんかハードル高いな。いやでも今もうちょいだったな。ちょっと今回で絶対クリアできる感じでいこう。オッケー。はい、ありがとうございました。閉めとけば多分大丈夫なんだろう。まあ、ナイフは取らなくていいか。ルート変わりそうだしね。無駄じゃねえんだよ。あと1分だけどどうすんのコーチ。なんだ、することないな。逆にもうこの部屋にあるもの、それは、洗濯のりと、ホース、うん、あの、馬じゃない方ね。で、あと、雑巾が2つと、モップ。びっくりした。あ、残り1分だからバコミって言うんだ。びっくりした。なんか、耳の中でガラス玉割れたのかと思った。いや、なんか人からもね、もうクリアだって思うと結構名残惜しくね。警察呼びやがって。焦りすぎだろ。警察呼びやがって。お縄だよ、お前はもうお縄につけ。あと17、16カウントダウンしてやろう。15、もう開けといてやるわ。13、12、11、10、9。あぶねえ。ちょっとあぶねえ。4、3、2、はい、もう、はい、さよなら。うわ、マジで死にて。いや、俺、間抜けだ。残り1秒ならもう無理だろ、絶対。なんだ、この。もう次です。最後何回やったかわからない。すぐ行こう、すぐ行こう、すぐ行こう。どうせ来てねえだろ、多分。ね、うるせえ、喋んな。うるせえ、喋んな。殺すぞ。口悪。あ、近いな。ちょっと戻るか。ふざけんな、マジで。ああ、なんか今一瞬スイーツの看板が見えた。美味しそう。はあ、誰か助けてほしい。助けて、小泉みかりさん。うわ、ちょっとあの部屋まで行くのすら大変。なーなんなんなーなーん、東京ランデブ。じゃあ今回はどの監視カメラを使おうかな。うん、いつもは、上から2番目、右から2番目のこの監視カメラを使ってたんだけど、今回は左上の一番いい監視カメラを使おう。変わりないだろ。オッケー。ここだよ。ここだよ。来てみなさい。ここだよ。もう一気に行こう。ひよったやつから死んでくんだよ。余裕だよ。バイバイだよ。さよならだよ。オッケー。はい、あとはもうコントローラーに一切触れなければ俺の勝ちだ。はい、どんだけ鳴らしても多分大丈夫。
諦めないでください。男はだから超える時の音が怖い。警察呼びやがって、どこ行った。余裕がなくなってきてるなお前の命はあと16秒だ。もうヘマはしないぞ。6、5、4、皆さんご唱和ください。やっとクリアできる。嬉しい。クリア、クリアだ、クリアだ、クリアだ。警察が到着したことが分かると一気に体の力が抜けたようで。うん、そうだよね。いや、緊張感が本当エグかったもん。気がついたら病院のベッドで横たわっていました。そうだよね、もう一気に力抜けちゃったよな。警察が調べたところ、言ってた、力抜けたって上の文に書いてあった。10人以上の生徒を交換していたようで。やっば。すぐに捕まったと、友達から病院で聞きました。いや、えぐくない？ 10 人って野放しにされてたってことだもんね、今まで。友達はというと、あの事件がトラウマになる。あー、マジか。男の人とすれ違うだけでピクッとしてしまう。そうなっちゃいましたか。今では時間が経ったことで良くなっているようですが、完全には回復してないみたいな。まだ恐怖が残っているようです。あいつマジでほんまさ、これで最後だ。悲しい物語に終止符を打った俺が、人から皆様いかがだったでしょうか。感想的にはね、もう本当にコーチがクソクソクソすぎるでしょ。どのルートに行ってもさ、もうみんな不幸にする、みんな。10人以上の生徒ももちろんだし、私もだし、それに友達も、まあ、ゲーム的にはね、なんか音ゲー要素とかねあったりあれめっちゃ新鮮で楽しかったな。うん、楽しくね、なんかカラオケをしながらみんなと楽しく遊べたと思います。で、ルート回収もいろいろね、大変だった大変だった。うん、あと最後のこのチェイス難しくないか、なんかすげえ難しかったんだけど俺だけかあとさ、ちょっと話は変わるんだけどさ、俺の第1回のサムネさ、パロディだったの。何のパロディかっていうと、ファーストテイクのパロディ。みんな気づいた？気づいて。